皆さんこんにちは、運転手の翼です。2019年になりました。皆様明けましておめでとうございます。2019年も若者向けではない動画を撮ってまいりますので、引き続き今年もよろしくお願い申し上げます。さあ、新年一発目の若者向けではない動画は、まあドン次郎ですよね。ちょうど去年2018年1月2日投稿の動画で、どん兵衛のうどんを次郎風にするドン次郎というものを作ってみました。じゃあ今年2019年一発目の動画もドン次郎にしよう、そう考えまして動画を回しています。まあ去年のドン次郎の動画はちょっといろいろありまして、いつもとは違う動画編集ソフトを使って動画を作りました。だったら去年よりももっともっといい動画を作ってやろうっていうふうに考えまして、ドン次郎2019年バージョンを撮影します。まあ作り方とか別にそんなに変わりませんけども、でも去年とは少し違ったドン次郎ができると思います。それでは早速ドン次郎を作っていきましょう。さあ台所に到着しました。まずはお湯を茹でていきましょう。蓋を閉めるとお湯が比較的早く沸騰します。お湯を沸騰させている間にニンニクを刻んでいきましょう。できればみじん切りの方がいいですよね。いつもこれなんか剥きづらいんですよね、ニンニクちゃんって。よいしょよいしょ。さあニンニクの皮を剥きましたのでみじん切りにしましょう。またこのみじん切りの作業が結構大変なんですよね。もちろんニンニク絶対に必要ってわけではありませんので、あくまでお好みでお願いします。それと簡単に済ませる場合はニンニクのチューブ、あれでももう十分です。さあこんな感じでだいぶみじん切りになってきました。うわもう手がすごいニンニク。さあ次に豚チャーシューを切っていきましょう。またこちらの豚さんも別に何でも OK です。2018年のコミケはちょっと行けなかったんですけども、でもサークルの代表のお姉さんからいつも通り、こんな豪華なお肉もらっちゃいました。さあお肉よ出てこい。でうわすんごい肉厚。さすがに全部は食べきれないので途中で切ってしまいましょう。半分残った半分はまた別の日に。そしてその豚さんを切っていきましょう。斜めに切った方が断面が大きいですよね。よいしょ。おお大きい。こういうチャーシューとかいう豚じゃなくってハムでも別にいいと思います。ですがまあ二郎ですからやっぱりチャーシューの方がいいかな、そんな気がします。さあ切り刻んだ豚さんを別のお皿に盛り付けて電子レンジで温めましょう。あれよいしょ、ボロいな、開いた。さあ野菜マシマシにしますので、まずはこちらキャベツを茹でましょう。そんなにキャベツは必要ないと思います。キャベツは少なめで OK です。さすがにこれ全部使うっていう必要はありません。お箸でこういう風に少しかけ混ぜましょうね。ちなみにお湯の中に少し醤油を入れてみました。さあどんな風に仕上がるんでしょうか。理想としては藤丸系のああいうクタクタで少し味のついてる野菜がいいんですけども、果たしてうまくできるんでしょうか。さあさらにもやしを投入しましょう。本当はもやしさっとお水でゆすった方がいいんですけども、もういいです、入れちゃいます。おじゃ、もう一袋合計 400g 入れましょう。さあさっきのアングルに戻ってきました。どん兵衛を開封しましょう。また今回も中のお揚げさんは使わないでおきます。でももちろん使いたいっていう時は中のお揚げさん使っても OK です。さあこんな風に蓋も全部取っちゃいましょう。さあお待たせしました。またまたラーメン丼、豚骨ラーメン博多風流の丼、またまたの登場です。粉末スープを入れましょう。まずはこっちでいいかな。さあお湯を注ぎましょう。また線よりも少し低めにお湯を入れましょう。まあ 390ml ずつがいいかなって思います。さあ忘れないうちに牛脂を入れましょう。牛脂があるかないかでまたこれが次郎独特の乳化したスープっていうものになるんですよね。さあ軽く牛脂ちゃんを溶かしてラーメン丼に、よいしょ、おお、かまぼこかまぼこかまぼこ、よし
もう一つのどん兵衛も少しだけほぐして、ラーメン丼によいしょ、おりゃ、おー、さあいよいよ盛り付けです。くったくたになった野菜です。さあ入れちゃいましょう。もやし 400g の方がいいかもしれませんね。お好みで豚さん、先ほど刻んだニンニク、そば二郎で残ったうずらの卵、最後に豚のタレ、辛めをかけてあげれば、さあ見てください、結構豚が乗ってますけども、どん二郎が出来上がりました。向こうの方にうずらの卵さん3人もいますし、ニンニクも目立ちますね。それでは食べていきましょう。見てください、このボリューム。それでは早速いただきます。実は台所から持ってくるときに少しスープこぼしました、ごめんなさい。だいぶ丼の周りベタベタしてますので、まあこれもまた二郎系ですね。では早速麺いっちゃいましょうか。うどんですがラーメンになりきれるか、いきます。うん、二郎千住大橋並みに結構クタクタですけども、でもそんなブヨブヨですけども美味しいですね。やっぱり豚さんが美味しいのは分かってますけど、一応うん、とろっとろで柔らかいです。やっぱり二郎ですからチャーシュー、豚は絶対にあった方がいいと思います。それからクタクタのもやし、ちょっと醤油で味をつけましたけども、どんな味かな、いきます。うん、醤油結構多めに入れてみましたけど、そんなに醤油醤油って感じがしなくて、変な風に味も濃くならなくて美味しくなりました。もしかするともうちょい醤油入れた方が良かったかもしれませんね。うん、やっぱスープも美味しいですね。うん、ニンニク入れてますので、その部分のスープはちょっとパンチがあります。うん、それでは味変やってみましょうか。まずは生卵、生卵じゃなくてもっともっとあれですよね、生卵。果たして研ナオコさんと志村けんさんのあのコントって知ってる人いるのかな、この世代って。さあ麺を生卵に絡めてすき焼き風にしていきます。うん、日本だけでできる技だそうですよね。海外に行ったら生卵ってそのまま食べたらお腹壊しちゃうそうです。必ず火通すっていう決まりがあるらしいですね。七味唐辛子も入れてみましょう。そば二郎の七味残ってましたんで、麺の上にかけて、さあ少しピリ辛になった麺いただきます。うん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 、七味の味変いいですね。そこまで激辛ってわけでもありませんので、辛いものがそんなに得意じゃないっていう人もいいかもしれません。あとはブラックペッパーでの味変やってみましょう。粗挽きしかないんですよね。よいしょよいしょ。さあまたどういうパンチが効くんでしょうか。麺をすくっていきます。うんうんうん、だいぶ荒々しくなりました。あー、これは目覚めます。少しだけスープ乳化されてるって感じが見えてきます。うんうん、さあラストの豚さん一口いきます。うーん、さすがにスープは飲みきれませんでしたけども、スープ以外は見事完食です。ごちそうさまでした。さあ今回のやってみた皆様いかがでしたでしょうか。2019年もどん二郎から始まりました。あとはまあこっから先はいろいろと動画撮っていきます。ちょうど今の時点ならまだ毎日投稿を続けている最中です。理想は1月6日くらいまで毎日投稿していきます。しかしプライベートの仕事の予定もありますので、三が日までってこともあるかもしれません。2019年も山手アイコン急行の動画ぜひご覧ください。そしてどん二郎2019年バージョン美味しかったです。昨日アップした動画、そば二郎よりはもっともっと分量が少なくて食べやすかったです。じゃあ今年2019年の大晦日はそば二郎、そして2020年の元旦はどん二郎2020年バージョン、
これからの毎年の恒例にしていきましょうか。刻んだばっかりのニンニク、そして醤油で味付けしたクタクタのお野菜、そして豚さんチャーシューのおかげでだいぶ二郎らしくなりました。普通にどん兵衛のうどん食べるだけじゃなんか物足りないなって時、ちょっとやってみてはいかがでしょうか。2019年も動画見てくださる皆様は高評価、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。そしてこの動画ちょっとでも、ほんのちょっとでも面白かったら高評価、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。さらに家でそば汁をどん汁を作ってみたくなった方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。さらにそば汁とどん汁の動画をアップしてみたくなった方も高評価、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。改めまして2019年もよろしくお願いいたします。それでは今年も動画でお会いいたしましょう。さよなら。さーて、お皿洗いだ。